皆さんこんにちは、ボンシーライダーでございます。いつもご視聴していただきありがとうございます。今回この先日動画でアップしたですね、バスドラムを改造したフロアタムが完成しましたので、早速叩いてみたいと思います。ただそのレイアウト的な話をするとですね、まあ16インチのフロア、18インチのフロア、ここまではまあ普通に行けます。ところがこれは置き場所がないというか、もうここにしか置けないですよね。そっちだともう全然スティックが届かないということと、ここはですね、かなりこう体を ひねらないとこっちまで来ないので、まあ今後使うかどうかって聞かれたら何とも言えませんけど、まあせっかく作ったので、まあ時々参加はさせたいなとは思っています。それではちょっとどんな音がするか叩いてみましょう。ということで、叩いてみました。まあ口径が大きいので当然低音は出るんですけど、やはりこの普通のフロアタムです。これに比べるとアタックは強いですけど、まあ深い音は出てないような感じがします。なので、まあ、アクセント的に使うのはいいのかなと。バスドラムと連動させて、アクセント的に使ったり、そのフィルインというかおかずのね、おかずとして使うのはいいのかなという気まし、まあ、感じはしますけど、これは先ほどもお話しした通り、ちょっとレイアウトが厳しいんですよね。どうしてもこうひねらなくちゃいけないので、なんかこうガーッとやってると腰やりそうな気がしますので、まあテーブルか何かにしようかなと思ってます。それではご視聴ありがとうございました。